今日は楽天ファッションウィーク4日目ですね。4日目。そう、月火水木、毎日一緒。毎日一緒。今日何を見るかと言いますと、麺です。麺。麺。今回は何麺を食べるんだろうということが今回のハイライトです。はい、麺っていうの食べるあの麺ですか。こっちです。明智くんが好きなこっちの。ファッションショーじゃないですか。私の中では麺。全然言ってる意味が分かんない。なんかファッションショーするんだけど、はいはい、毎回モデルさんがラーメン食べてたりとか、はい、焼きそば食べてたりとか、うん、なんか流しそうめんしてたりとか。ランウェイでですか。そう、ブランド名はネグレクトアダルトペーシェンツ、なんかちょっと中二病みたいな。みたいな。デザイナー渡辺淳之介さん、結構アイドルのプロデューサーとかで、うん、そのアイドルの時も、うん、結構過激な演出をするで有名な方なんで、だから麺なのかなっていうのもあると思います。というわけで今回は何麺か期待してみたいと思います。明智くんの得意料理の焼きそばかな。ちなみにルイさん、今日は何着てきたんですか。今日はですね、サーカスのワンピースとバーブア、はいはいはい、バーブアとじゃじゃん。おお、何ですかこれ。ヘビ。ヘビ。ほらここに顔があるでしょ、これの尻尾。表どうなってるんですか。じゃん。イエーなんか不思議なアクセサリーです。じゃあ行きますか。こっちです。中の椅子、入り持って帰れるんで。椅子、椅子の、椅子の、え、椅子持って帰れるんで、中にバンダナ入ってるんで、よかったら、うん、ショーの時につけてもらえたら。バンダナをショーの時につけるらしいです。ほー、ゆうくんいますね。これなんか椅子、終わったら持って帰れという椅子らしいです。結構いろんな色のバンダナがあるんだね。私は黄色でした。いや違うでしょ、違うでしょ。皆さん見てくださいよ、口につけてこんな感じでいきましょうか。僕なんかアイドルの応援してる人ってこんな感じかなって。ちょっとファッション通信の神保先生がおしゃれな巻き方にしてるから真似します。神保さん、こっち向いて、ほら本当だ、おしゃれに巻いてる。フレンチみたいにしてる。会場がプラネタリウムみたいなのになってて、中に三角形のモニュメントみたいなの入ってて、目線がいつもと違いますね。足しか見えない高さになっちゃってるから、はいはい、何なんだろうと思って。確かに確かに、ステージの下がここですもんね。そうそう、何なんだろう。あ、私と同じバンダナ使いをしている人がいましたね。親近感が湧きます。あ、なんかキラキラしてますね。いいですね、この竹下通りでやってそう、竹下通りで見つかりそうな感じのスタイリング。はい、トゲトゲしたのが来ました。これはヘアスタイル3時間くらいかかるんじゃないでしょうか。はい、歩きにくそうなの来ました。歩きにくいですよ、これは歩きにくい。スリットでもつけてあげたい。あ、座った、座らなかったと思ったら寝た。あ、麺が出た。なんだ、今回の麺はざるそばでした。なるほど、スモークの中で食べる、そばって美味しいんですかね。あ、その次は気を取ってる男の子ですね。結構食べっぷりいいですね。朝昼食ってないぞみたいな感じですかね。そしてなぜ隣で女の人は寝てるんだろう。多分この外人のモデルさんは、私なんでこんなとこ歩いてるんだろうって思う感じですね。はい、そば終わりました。途中だけど退室です。あ、寝てた女の子が立ち上がった。はい、歩きにくそう。俺なんでこのオーディション受かっちゃったんだろう。あ、このパンツは普通に可愛い。私は割と好きですね。ようやく普通のコメントができるようになってきました。あ、この青いブーツかっこいいな。古着かな。なんか普通の服見るとちょっとホッとしますね。でもなんかそばが恋しいような気がしないでもないです。レゲエみたいな人がいますね。この人はもう別に何着てもかっこいいですね。すごいな、この髪型。
木みたい、アートサックスみたいですね。寝袋みたいな人が来た。今回は歩きやすそうです。ジップの存在に気づいたようですね。これ何なんだろう。加えてるところがそば食べられてますって感じでいいですね。さあモデルさんもみんなお腹が減ってる頃なので、これが終わったらそばでも食べに行こうかなって思ってるのかな。いつも若い盛りだからハンバーグとかかな。モデルさん全員がどうしていいか分かんない顔してます。行く行く行く行かない行く行かない、どうすんのどうすんの。もしかして指示出されてなかったんでしょうか。だとしたら結構辛いですね。帰りたい帰りたい、帰るのか帰らないのか、どうすんだどうすんだ、俺は帰る俺は帰る、俺は行く俺は行くぞ。あ、みんなが行くんだったら俺も行くぞ。あ、気づいてない、フロントだけ気づいてない、フロントだけ気づいてない、つらい、これはつらい。あ、気づいた気づいた。そばそばはそばはどうするんだ、そばはどうするんだ。帰った、そばそばがそばが動く、そばが動く、これどうなんだろう。スプーンを忘れた、スプーンを忘れた、スプーンを忘れてきてしまいました。正しの原価って、いやー面白かった。ショーが終わってから囲み取材みたいのをするのは日本独特のカルチャーです。あの麺類については皆さんがあの何が出てくるのかなっていうのを気にされてるっていうのを耳にしてまして、あの今回も麺類をやるしかないんだろうなっていうところでやらせていただいたところだったんですけど、たまにいるじゃないですか、あの学校とかでもあのお蕎麦頼んじゃって教室に持ってきちゃう人とか、なんかそういう感じのところでまあフェスだったので、あのそのフェスの中でもなんかこう蕎麦出前頼んじゃった人みたいなあのところでのイメージで、やらせていただきました、はい。隣で寝ていた人はどういった、意図がありましたでしょうか。一応あの着用できる形 の, あの寝袋っていうところで作らせていただいたんですけど、キャンプしてる人とか寝転がってる隣でなんかこう蕎麦食ってたりとかするじゃないですか。あー分かる気がします。まあ、ちょっとなんか酔っ払って寝ちゃって、で こっちは蕎麦食ってて、こうおのおの楽しんでる感じっていうかっていうところがあったと思うので、なんかそういうところも表現できたらいいなっていうところで、はい、しっかり伝わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。やっぱり冷たいそばが意外でした。あったかく来るかなって思ってたから。次は明日5日目はですね、皆さんあの噂のビッグブランドがですね、19年ぶり、20年ぶりくらいに東京でショーやります。アンダーカバーです。アンダーカバー、そんな一番話題性があるんじゃないですか多分。今回、うん、多分一番だと思う。じゃあまた明日、じゃあねー。というわけでですね、アンダーカバーのショーが行われるのはこちらになります。寺田倉庫としてね、聞いて、電話アンダーカバーね。しかもアンダーカバーが東京でショーやってた時くらいの20年ぶりくらいのデニム。すげー、すごくない。ここ90年代だなって言ってるとこ見てもらっていい。ほら、はい、このわかります。このなんだろう、ローライズ感。ドドちゃん見たら怒るよ。ハイウエスト派です。ドドちゃんここだけど。時代ですね。時代ですよ。流行った。本当のうちよね。私自分で自分に言ったんだ。あ、どうも。元気？若旦那です。若旦那さん。あ、YouTube やってんの。そう。やっほー。やっほー。あ、そうです。なんかいろんな人がようやくやってきました。あのよかったらお三方お写真撮らせてもらってもいいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいですね。耳なし方一致も抜かりなくて。ちゃんと入れて、もともとビズベムで、分かります？分かります。あそこで16年ぐらい働いてたんで。あ、そうなんだ。はい、そうなんですよ。で、辞めて、今自分で独立してやってるんで。その時は、タトゥー入ってた？あ、全部入ってます。はい。いい人。
アンティークっぽい椅子で会場が配置されていて、人が島ごとに配置されているから結構ランダムな動きをするんじゃないかなと思っております。今回はメンズのショーがあって、その後ウィンメンズショーになるらしいです。お、なんかノロノロ歩いてくる女の子いますね。闇系ですかね。安定の裸足。3番目の女の子もニットがちょっと怖いものがプリントされているような、編み込まれているような、無遊病みたいなイメージなのかな。メンズのニットをちっちゃい子が着てるみたいなイメージなのかな。フラフラですね。普通通い大変みたいな。なんか寝巻きシリーズというかパジャマシリーズみたいな感じなんですかね。重ね着してる風に見えるパジャマになってますね。カーディガン重ね着してる系な。これちょっとでも可愛いですね。なんか映画の世界に出てきそうな演出だなと。なんか顔に光がついた不思議な何かが現れました。宇宙からやってきた系ですか。青と赤だから黄色がないってことは行くか止まるか両極端。次は黒いのが来ました。エヴァンゲリオン、エヴァンゲリオンなのね。次は頭になんだか角がついてます。猫耳みたいのついてます。カラーブロックがそういう風な気持ち。この帽子とか商品化されるのかな。後ろ、帽子の中が光った仕組み。あ、メイク超かわいいじゃないですか。メイク見て見て、キラキラしてる、キラキラしてる。涙みたい、キラキラの涙みたいになってめっちゃかわいいやん。あ、なるほど、メイクの色と靴の色がこうしてるんだ。超こういうの超かわいいんですけど、でもかわいいしか言ってないかもしれない。これパンツのようですか、スカートのような面白い色着てるんですかね。あ、この色合い好き。私今回のヤンドーカーは超絶好きかも。マスタードイエローからブラウンのグラデーションとかすごいいいですね。ちょっとグレーが差し色っぽくなってる。グレーが差し色っぽくなってる。このパンツ面白いね。パンツの上にスカート、パンツなんかすごい重ね着したみたいなになってますね。あー、コートの重ね着なんですけど、一番下にナイロンを挟んでるところがちょっと違和感があっていいですね。後ろモリモリシリーズ可愛くない。後ろがモリってなってます。これはベルトって言えばいいのか、なんかあの着物の帯みたいな感じ。バラの花みたいのがいっぱいくっついちゃってる。やだー、いいのもくっついちゃってるじゃないですか。やだー。でグローブがかわいい。フリフリしてる、フリフリしてる。やだ、このオールインワン超かわいいじゃん。あ、オールインワンか。シルエットじゃないですか。好き。メイクもなんかもうキラキラのもうこういう感じ大好き。こういうの大好き。カラーの緑。なんか目に良さそう。なんですかね、この足の股から下までの長さは。なんか。お？終わっちゃった？終わっちゃったよ。よし。よいしょ、パワーアップ。嵐逃げない、嵐逃げない。ショーの感想を元、銀座の編集明智くんです。じゃあちょっと今日の感想を聞いてもいいですか。日本でアンダーカバーがあってよかった。激しく同意です、激しく同意です。洋服も素晴らしいんだけど、それをひっくるめてもっとこう世界観がもう濃厚になってハートに来るっていう体験をさせていただいたと思います。なんて素敵なコメント、なんて素敵、私が言いたいことをすべて語ってくれた感じ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。面白かった。アンダーカバーの感想は、
あのレディースがとにかく良くて、はい、私本当可愛いとか好きそうしか言ってないかも、マジで。でもそれが一発目に強く出るっていう。そう、それしか出なかった。どうでした、今年のファッションウィーク。なんかすごいレンジ広くなかった。こうアンダーカバーみたいにすごいこうエモーショナルなものから、バルムングみたいにちょっとコンセプチュアルなものだったりとか、あと焼きそばとか、こうレンジがすごい広かったかな。ファッションって一言で言っても。僕でも楽しめました、そういうバラエティに富んだものだったから。ファッションシャワー浴びた、浴びました。普段絶対入れないとこばっかりでしたから。そうだね。またぜひぜひ皆さんの感想もコメント欄に残しておいてもらえたらなと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、このチャンネルではファッションを中心に私が気になるあらゆることをお届けしたいと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。おすすめ動画こちらになります。そしてチャンネル画面にベルのマークがあると思うんですけども、そこを押してもらうと新しい動画がアップされた時に皆さんにお知らせが届くようになっているので、ぜひそちらも押してみてくださいね。